埋めないと、もうどうにもなんないですよ、どうにもなんない。あれでもあると結構大変。5台、6、7、8台だ、俺のも入れて。ついていっちゃう？ついていっちゃう。煽ってるのもあります。ドキドキさせちゃダメやっぱ。ダメですね。じゃあちょっと距離を置いて、他のようにダメですか。なかなかだってあの車見かけないよ。並行車しかないですもんね。うん、ダウンギアじゃないから、やっぱずっとブレーキ踏んでるようなんだ。ズルズルの日に来たんだろう。初めて。ローセコ、ローロー。ローローすごい。ローローです。カメですね。カメさんです。遅いですね。ローロー、ローロー。ラーメン食えますこれ。ラーメン食える。もう手離せるもん。ローローってこうなんですね。遅いですね。104% ダウンです。104% プラスファイナルでちょっと落ちてるからもうちょっとですよね、うん、多分。でも1日の 6.5 よりは落ちてないと思うんです。あれの方が多分もっとローダウンじゃないかな。もうあんまりロックやんないからあんまりいらないかもしれないよね、うん、そうですね。クラッチにただ優しいっていうだけ。ああ、クラッチに優しいですか。はい、だってハンクラが少なくて済むから。そうですよね、うん。半袖でロートで出たら、いやこれ山寒いよねと思って。俺だって暖房入れたすもん朝、車。本当に、はい、足寒いや。足寒い。これつまんないね、この絵で。こんなゆっくらしてても。あ、でも編集するのか。こっち上がれるかな。ないように見えるけど、一応オーバーフェンダー効いてるからね。あ、じゃあバケツも平気ですね。バケツは無理です。バケツはエアコンが臭くなるんで。臭いっすか。はい、あのバットの辺と入ると臭いっすね。臭くなる。しばらく来れない。あ、今日は走れるときは限られちゃいますね。ですね。ミニトライアルも怖いよな。雨の中帰りなくなってズブラでウィンチングするよ。いや帰れないですかね。帰れるは帰れるですよね。本当に、ね、MT2 なら平気ですよ。いや抜いてないんだよ。大丈夫です。ロールバーあるとあれがこの持つとこがないですね。そうだ、ロールバー持ってください。前とかこの辺向かって、そうそう、取っていい。大丈夫？竹村さん呼ぶようじゃないの？出れなくなっちゃった。今日は来てくんないですよ。なんで？今日は来てくんない。自分でなんとかしろって言われるの決まったんじゃないですか。ウィンチついてるんですか。俺は手伝えないですか。動画撮るから。はい、俺は手伝えない。いやすごいですよねこれ。なんか道がそっち入りたくないもん。こっちも楽しいんじゃないですか。嫌ですよ、そっち。うわ、すごい。ぐるぐるだ。うわ、どこから来ました。あ、でも全然楽勝じゃないですか。グリップしたね。はい。あ、楽勝じゃないですか。ラーメン食うよりはないけど。楽勝ですよ。さすが MT2。上手。MT2
2がいいんでしょ。 MT2 いいっすね、うん、やっぱ違うっすよね。違う、他のタイヤと。だってあんなグリップしないと思うよ。ナローがいいんですよね。ナローですよ、やっぱり。ダブルだと何が違う。ワイドか。ワイドは泥はけが悪いんじゃないですか。パターンが1個多いんですよね。そう、真ん中が。で、あとハイヒール効果がない。ちゃう。どこですか。行かない方がいいんじゃないですか。汚いですよ。汚いし、最悪バケツに吸い込まれるんだよね。あ、バケツ入るですか。バックから誰か入ってる。バケツ入ってないですか。あ、出た後バケツ。あ、いや、入ってないですね。入ってない。お盆が雨になっちゃったっすからね。全部ね。あ、お盆雨にならなければもっといっぱいお客さん。でもすごい盛り上がってみたいですけどね、この間もずっと。あ、そうなんだ。昨日とかも盛り上がってたんですか。盛り上がってたみたいです。危ない。危なくないです。右に行きたいんだけど。なんか右に切れてないよね。右ってどうぞ。なんかでも切り切りじゃないよ。いや、でもこれから右が上に上がっていけばいいですけどね。滑ってって言うんだよ。でまた左にも戻れますけどね。ほら、いけるかな。最悪真正面登ればいいな。ああ、あれ。なんか右上がってかないんですけど。ああ、角度が変わる。同じだ。ここ危ないね。前入れるか。ブブー。ロックロックロック。リアって大事ですね。いや入るかな。入るときと入んないときがあるんですよね。入ってるね。入ってるけどちょっと助走がなさすぎて登らない。食ってないっすね。食ってないっすね。厳しいっすね。加速、脳加速ですからね。脳加速ですけどね。してないですな。ここからでも上がりたいよね。あ、やっぱ下がりすぎたか。え、ちょっといいっすか。はい。これ今レバーじゃなくてこれなんですか。これなんす。そうなんすか。スイッチ式なんす。すげーっすね。兄さんは。え、そうなんすね。あの短いレバーないんすね。じゃあねえっす。できました。できました。よかった。デブロックリア入った。はい、絶好調です。スイッチ何回も入れてきたの。入れてきて入れてきて。エア送ってたんですね。はい。昨日お、なんかガチャンと言った。デブロック抜けたっすね。今抜けたんすね。うん。
っちぐちゃぐちゃになっちゃって、この間入れたけどもうないんじゃない？あるっす、あるっす、ある。だって梅雨みたいになっちゃったっすもんね。うん、秋雨？これ秋雨なんすか？秋雨じゃないのこれ。梅雨みたいですね。秋雨前線。秋雨はまた秋雨で来るんじゃないですか？そうなんすか？うん、だって9月にならないとそいつ来ないですよね。じゃあ何現象？あ、すごいこれ見て、おばさん。たまーな。水プール。プールだね。やだねこれ。下回り綺麗になるんじゃないの？入る。いやなんないですか。たまーなの標識はどこで？入り口の方。たまコーナーっていう。たまコーナー。入り口ですかね。入り口にあるかもしれない。見に行ってみましょう。すごいですよ、この水。紹介しないと。今入りたくないだろ。逃げます。3キロ、あれ面白いです。あの水たまりね。どこ？俺こ金魚持ってこようかな。え、金魚、金魚、うん、飼うの？カラスの卵。死んじゃうじゃん。冗談ですよ。あのバケツにしてください。いや、あのひよこ持ってこようかな。お風呂に入れるおもちゃのひよこあるじゃないですか。あ、はいはい、アヒル隊長。アヒル隊長、あれを入れといたらみんな避けてくれるかな。避けないでしょ。普通にぶっ吊るされてだけでしょ。それバケツの方が面白いね。ここはだってほら水はけるもんね。少し2周目ヨッシーコーナーを取んない。あ、ヨッシーヒルか。ヨッシーヒルぐらいですか。ぐらいです。行っちゃいけないじゃん今日。多分スタイルに飲み込まれていくでしょ。軽トラと違うっすね。あ、ズルズルになっちゃうんすか。軽トラ上がれないっすね。
タイヤじゃないですよ。本当ですか。タイヤですよ。タイヤか。タイヤより走らないですかね、車オンロードは。まあバイクもですけど。あったヨッシーヒル。ヨッシーヒル、ヨッシーヒル軽く走る、登らないけどちょっとクローリングでどこまで行けるかやってみましょう。全速前進。全速前進。全速は無理ですよ。前進はしますけど。で、上がってあそこでサイドターンして降りてきてる。いや無理っすよ、そんなの。どうなってる。あ、これは今日ダメだね。誰も行った形跡がない。あ、でもどこまで暴れるんだろう、クローリングで。この木と木の間ぐらいですかね。この木ぐらいまでじゃないですか。あ、もう全然ダメだ。ここまでですね。ああ。ダメだ。止まってらんないね、やっぱ。止まってらんない。バック入ってっけど。Uターンするんですか。はい。こっち行く。また木に当たる。川になってる。川ばっかですね。川、雨ですからね。キャンパー。横滑りしていくっす。横滑り、滑り。だいたい何分と、2時間とか撮って20分ぐらいなんですか、1本に編集するんですか。いや、いろいろ車のやつですか。うん、車。あんまし時間かかっちゃってるセクションはその人の途中カットして上がれるとこ入れたりしてます。今日はずっとトリッパーでしょ、これ。トリッパーです。こういうのはどうするんですか。途中で切って、まあ、これはこれで面白いからそのまま全上げ。全上げ。お父さん、お母さん、お父さん、お母さん、お母さん。バケツ行くんすか。バケツには行かないですよ。俺バケツ好きなの。入ったことあるんですか。俺っすか。はい、俺はありますよ。本当に3回ぐらいあります。バケツ緑で。おー、緑すげー。緑でですか。左は楽ですね。左楽ですよ、落ちていくだけなんで。落ちれる方向を選択できていればデグロックなしで走れますね。大丈夫ですよ、下りだけなんで。やばかったんじゃん。キリキンゲンだ。左向こう。左？すごい川になってる。川すよ。やばいじゃないですか。ちょっと降りて撮影なんて絶対できない。長靴履いてるじゃないですか。いや。さすがにこの雨だとマイクとか壊れちゃう。あ、そっか。本体は平気なんですけどね。うん、あ、マイクがダメなんですね。マイクがダメ。どうすかこれ。すげえ川じゃないですか。やばいですね。おお、スタイルに流れてジャングル体験みたいですね。もう流れてますよ、スタイルのボール。これまずいですね。スタイルの迂回路。迂回路。ああ、すごい。したくないね。この間ちょっと掘ったんだけどな、また溜まっちゃったね。え、
うん、ここはずっとあの深さになってるんですね、うん、なんか弱いんですね、地形が弱いですねどんどんなんか真ん中だけ高いんだけどきれいになるのかな。あれに入った方がいいですよね。ちょっとたまに帰り。はい。ジャバジャバ。みどり君はどうしちゃってんの？全然乗ってないですね。乗れるんすか？もう乗れますよ。あ、直ってるんだ。はい。まあ強いて言えばプラグ交換したいなと思ってるぐらいですけど、ね。プラグスマ。はい。やればなんの1時間ですけど、ね、でもオイル交換したいんだけど、オイル暇がなくて、俺始まるもんあれ白、うん、オイル交換の時期なんですけどね。なぜなぜな、一番乗ってんのに。そう、メンテしないと思う。でもエンジン強いから1万キロぐらい乗っちゃっても平気ですからね。そうなの、本当に良くないですよね。でも大体5000いかないぐらいで買えてるんで、うん、目標は3000なんですけど。3000、うん、ディーゼルで3000すぐじゃないよ。でも3000に目標してても大体4000ぐらいいっちゃってるんですよ。今回ももう変えれば4000なんですけど、もう今3500いったから、もう変えたいんで、買って割るんだけど、ここも川なんですね。川ですね。せき止めてみましょう。違うとこに川ができない。溜まるかな。たまんないんじゃない。あ、ジープのとこに、ここ川なんだ。川のそこになってる。川出口だ。氾濫。氾濫してますね。これが穴掘ったところ、ま、沈んでないね。あ、うんこの車。バケンが。どんどんなんか埋まってってるような気がする。あ、俺のユンボ。俺のユンボ。コベリコブルー。グリーン、アメリカグリーン、はい、あれ注文したんだ。注文したんすか。あれバネ塗るんですよ。ズボンってつけるの、つけて塗るの、ハケで塗る、ハケでピチャピチャ塗ろうかな。ハケで塗る。中古のバネ、うん、塗ってからつけた方がいいじゃないですか。まあ有名なやつなんでしょ。有名ではないですけどね。いいなって言ってたじゃん、マスさんが。安く手に入ったんで。そうなの、はい。